金子さん、明日のファンミーティングはどのような流れになるんですか？明日はですね、取り組み方としてただこう、話すだけではなく、インタラクティブなものを、メインとしてこの、Zoom を進めたいと思います。インタラクティブとはですね、皆さんでいわゆる参加型っていうんですかね、こう例えば明日一つ目はこうグリップの確認をして皆さんに見せていただいて、あ、そのグリップでいいですね、もう少し、手のひらではなく、持ちましょうとか、いろんなことを体を動かしながらミーティングを、予定しています。それ以外に何か、その後の流れとして何か他にもやることってあるんですか？あとはですね、まあ、ちょっとした質問コーナーなども、設けて、まあ、それぞれのそのテニスの悩みなども、まあ、簡単にですね、こう質問にお答えをしていく予定でいます。はい、ありがとうございます。はい、では皆さんですね、明日、日本時間の7時に、お会いできることを楽しみにしてます。では